あなたが普段炊いているお米に混ぜるだけで痩せるご飯に変わる食材トップ3をお伝えしていきます。業務スーパーで買えるんですよ。今回はランキング形式でお伝えしてまいります。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今からお伝えする食材の痩せるポイントはこちらです。腸内環境を整える食材だから。そしてもう一つは太る原因、糖質をカットできる、抑えることができる食材だからなんです。その理由は、あなたの腸内環境が良ければあなたは自然と痩せ体質になることができるからなんですよ。例えばあなたの腸内環境がお悪いままですと、あなたがどんなに食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、絶対に長期的に痩せることができないからなんです。なので今からご紹介する食材を摂ることで腸内環境を整えて、結果痩せ体質になることがとっても大切なんです。それでは早速ランキングに入ってまいりましょう。ではランキングの第3位はこちらです。白漠から出ているお麦効果です。こちら1袋でですね、業務スーパーさんで328円でした。ちょっと中身見てみましょう。こちらは大麦で 360g 入っています。で、中が個包になっていまして、 60g の袋が6袋入っています。で、炊き方簡単なんです。普段のあなたのお米1合に対して、普通通り1合炊く量のお米とお水で準備された、その後にこの1袋 60g とお水 120ml を加えて、もうあとは炊飯器でスイッチオンで炊くだけです。そうするだけで糖質カットができて、腸内環境が整って痩せることができるんですね。で、この大麦の痩せ効果なんですけれども、こちらです。もうとにかく食物繊維が多いんですね。白米などに比べてもダントツ多いんです。で、またそのことで腸内環境が整って、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌がどんどん、元気になってくれます。そういった痩せ菌の餌になりますからね。そしてそこプラスですね、コレステロール値も抑えてくれる効果があったり、また糖質が低いのでお米に比べても全然違う糖質カットすることができるということなんですね。なので普段のその白米の代わりにですね、ある程度の割合で先ほどのこの大麦を混ぜるだけで、あなたの腸内環境が整って糖質もカットできて痩せることができるんですよ。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。アイリスフーズから出ているもち麦です。もうプチプチもちもちの食感ということで、こちらにもね書いてあるんですけども、もう本当にね、もう名前の通り、もうもちもちした食感になりますから、先ほどのこの大麦と比べると全然食感が違うんですね。で、この大麦効果の方は食べやすく、お米の粒ぐらいの麦にこう砕いてくださってますから、もう本当に白米や玄米に混ぜても食べやすいお米のような感覚で食べれます。で、逆にこちらはもっちもちしてますから、もうもっちもちのお米がお好きな方はおすすめなんですね。で、こちらのもち麦のダイエット効果なんですけれども、先ほどの麦ですね、大麦の効果はもちろんそのままあるんですが、プラスその水溶性食物繊維が通常の大麦に比べて 1.5 倍近く入っているので、さらにここで食物繊維が豊富に摂れますよということで、また美味しいんですよね。もち麦はね、私大好きです。もちもち食感がやっぱりこう美味しく食べていけて、こう続けられるポイントかなと思います。そして先ほどお伝えしました大麦同様の効果がありますよということですね。で、こちらはですね、量が600g 入っていまして、中は 50g×12袋でこう個包になっているんですね。で、炊き方はもう同じです。もうほぼ一緒ですね。ただこちらは1袋に対してお水が 100ml になってますから、通常の白米1合、または玄米1合に対して普通に炊く量プラスアルファということですね。で、お値段なんですけれども、こちらもち麦がですね、398円でした。ではいよいよ第1位ご紹介してまいります。
こちらです。プレミアム国産18ザ穀米です。国産 100%、 もうキンキラキンなんですよ。袋もですね、もうプレミアムって感じがしますよね。で、特別栽培米で古代米を使用していらっしゃるんです。でもこれ、あの名前の通り18穀米ですから、18種類のその穀米が入っているんですね。で、研いだお米に混ぜて炊くだけということで、20g×6 包入っています。で、1袋でだいたい2から3合分が目安なので、先ほどの麦たちとはちょっと違いますよね。で、こちらはですね、お値段が248円です。で、こちらが素晴らしいのは、その国産なんですよね。もうすべて国産、安心ですよね。もう無添加、国産ですよ。で、こういったもうとにかくそのいっぱい腸内環境を整えるお米が入ってますから、ちょっとご紹介していきますね。すごいんですよ。あと18種類ありますからね。押し麦、発芽玄米、青肌玄米、まあ、青っぽい玄米ですよね。で、裸麦、もち麦、もち玄米、赤米ですね、赤いお米と黒大豆、黒米、黒いお米です。あとは、比叡、緑のお米、緑米と、もち泡とですね、あともちきび、小豆、大豆、高きび、鳩麦、アマランサスという18種類の穀類が全部ここに集まってる、ね、もうチクチク透けて見えるんですけれども、いっぱい入ってます。もうちっちゃい粒がいっぱい入ってます。もうこういったもう小さい粒に秘められたこの栄養ですよね。こういったものをしっかり取られると、あなたはダイエットにね、成功する近道になるんですよ。というわけで、このダイエット効果なんですけれども、こちらもうとにかく食物繊維がめちゃくちゃ多いです。またそのことで腸内環境が整います。そして、あの麦だけとかもち麦だけではなくって、やはりその腸内環境を整えるポイントとしましては、あのこれだけ食べればいいとかではないんです。もうバランスよくいろんなものを召し上がると、あなたの腸内にいるその痩せ菌と呼ばれる善玉菌の種類をやはり増やすことができるんですね。なので、やっぱりどんないいものもばっか食べはダメですよ。ばっかりっていうのはダメです。バランスよく取るのが一番ということで、この穀米を入れることで18種類も一気に取れますから、もうどれだけバランスがいいかということですよね。で、また糖質が低めですから、やはりですね、糖質は、まあ、白米とかですね、パンとか小麦とか、そういった糖質が高いものはダイエットにはやはり向かないんですよね。いかにその糖質を、まあ、取りながらもカットできるかというところにかかっていますから、こういった低糖質のものを糖質が高いものにこう置き換えていかれるだけで、あなたは痩せることができる。で、その大前提はやはりあなたの腸内環境が良いことです。腸内環境が悪いと、結果血液汚れて、もうドロドロ血がこう全身巡ってしまうと代謝が落ちて、もうどんどん太ってしまいますから、とにかくポイントは腸内環境を整えることに注目していただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。また私のこのダイエット法などのお話に対してご質問がおありの方は、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っております。皆様そちらからご登録を直接お話しされておりますので、あなたもご必要でしたらいつでもおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。